宿命女子大学校は、ソウル特別市立山区、青坂道以外に本部を置く、大韓民国の私立大学である。1948年に設置された。大学の略称は、宿題、年明け除大。宿命女子大学、寸明女子大学、スックムヤングウィメン、S ・ユニバーシティ朝鮮語、は、韓国の私立大学である。1906年に設立された。 宿命女子大学は大韓帝国の皇室が1906年に設立した。年明けは設立以来女性が持っている潜在能力を呼び起こし能力と品性を合わせ持った女性リーダーを育てるために努力してきた。年明けは1995年第二総学を宣言するとともに世界最高のリーダーシップ大学というビジョンを提示した。2006年には はじめ学100周年を迎え、2020年までに韓国リーダーの10%を養成するという目標を掲げた。また、このような目標を達成するため、2007年、創造的な知識、未来型技術、法師的な精神、健全な心身の4つの S で始まる特性をもとにした未来志向型リーダーシップである S リーダーシップを誕生させた。 宿命女子大学のキャンパスは本キャンパスと第二総学キャンパスで成り立っている。本キャンパスは自然と調和をなしている。1995年の第二総学宣言により誕生した第二総学キャンパスは年明けリーダーシップの文化的基盤である。特にルネサンスプラザは様々な文化活動を支援する年明けを代表するもう一つのランドマークである。年明けは ユビキタスキャンパス構築に先立っている大学として知らされている。1998年、無線 LAN サービスを韓国の大学で初めて実施、2002年には世界の大学の中で初めて個人のモバイルを通じて ID サービスや一人数とに合った情報を知らせるサービス、クレジット決済サービスを提供できるシステムを実現させた。S リーダーシップは、 21世紀を先導するリーダーの妖精という年明けの意思が具体的に反映されて誕生したブランドである。S リーダーシップは文化、教養知識をもとにどのような状況でも問題を解決できる問題解決能力と専門的、実用的知識を持った創造的な知識、デジタル技術、語学能力、コミュニケーション能力を持った未来型技術、講師、思いやり、 共同、信頼を持った法主的な精神、健康な身体、健康な精神を持った、健康な心身を基盤とした21世紀、未来型リーダーシップである。宿命女子大学は、大韓帝国の皇室が1906年に設立した、韓国初の民族女性史学である。年明けはリーダーを送り出すための様々なプログラムを先駆的に運営している。特に、 専門的な女性リーダー育成のためにリーダーシップ教養学部及び連携専攻プログラムを運営している。さらに、海外の姉妹大学との交換留学生プログラムを全世界22カ国140カ校とともに運営している。また、海外の交流大学でそれぞれの学士または修士を同時に習得できる人材養成プログラムを運営している。 リーダーシップ教養学部年明けはリーダーシップ特性科大学として S リーダーシップの基礎を強化させるために1年生全員がリーダーシップ教養学部に所属14単位を履修することでリーダーシップを育てている。ここにはリーダーシップ能力向上のための年明けリーダーシップと実際のリーダーシップ能力を体験できるリーダーシップ特別講義が含まれている。 メンタープログラム成功的な社会進出と各分野の専門職種が要求する職務革新能力を養うためにメンタープログラムを活性化させており幅広い産学の協力を成すことによって様々な経歴や現場研修の機会を提供するなど生涯活かせる実質的な教育システムを運営している複数学位制度年明けの複数学位制度は21世紀未来社会を 主導する世界的女性指導者を養成するために、海外の交流大学で、それぞれの学士、または修士を同時に習得できる人材養成プログラムである。世界を変える、しなやかな力をモットーにする年明けは、韓国で初めて、アメリカと中国の大学と、学部、大学院の複数学位制度を試み、世界的な人材養成機関として位置づけてられている。 文科大学理科大学校科大学生活科学、大学社会科学大学法科大学業賞、大学音楽大学薬学大学美術大学基礎、教養大学グローバルサービス学部英語英文学部、メディア学部一般大学院特殊大学院、教育大学院経営専門大学院。ありがとうございます。